日本への陸上型イージス・アシュア売却、アメリカ政府が承認。本日、アメリカ政府が日本へのイージス・アシュアの売却を承認し、アメリカ議会に通知したことが明らかになりました。こちら、総額2350億円とされており、イージス・アシュアは秋田市と山口県の萩市に配備される予定です。 こちら現在、海上自衛隊のイージス艦が弾道ミサイルへの警戒を行っているんですが、相当な負担がかかってしまっており、このイージスアシアを導入することによって、自衛隊の負担がかなり減らされるんじゃないかと思います。現在、日本には北朝鮮、中国、ロシア、また韓国の弾道ミサイルも脅威になってきてしまっておりますので、 日本政府には、こういった必要な装備の導入を行っていただき、日本の抑止力を継続的に強化し、日本が攻撃を受けないように、しっかりと対策を取り続けるようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただき、ありがとうございました。